私はこれにラテちゃん、ラテっぽい、日高法って並べるとしたら、あ、なるほどね、日高法ね、あ、違うの、作りま、お名前作りま、こんな感じで、はい、今ネームプレートをやってます。発音。なんか何にしようかな。でかくね。でかいですね。待ってでかいかも。やば。日高で終わりそう。フォロー入れてください。どっちがいいかな、どっちがいいと思います。どっちも可愛い。でも鮮やかなのこっちですよね。まあね、完成です。完成です。じゃーん、できました。並んでから作るので30分ぐらいかかりました。で、お揃いのネームプレートを作ってきました。念願。私も初めて作った。やった。これをロッカーにつけたりしたいと思います。はい、じゃあ次大好き。めっちゃ見てほしい。見て、めっちゃぼやけてんの。めっちゃぼやけてんの急に。じゃなんかみたいな。挑戦して。どっち。挑戦してきたんです。拡大する、すぐ拡大する。そのこと大好きじゃん。そういうわけじゃないけど。いい。撮れました。やっとなんかテーマパークっぽい。アトラクションに乗れる。乗ります。マイメロードライブ。マイメロードドライブ。免許持ってないんですけど大丈夫ですか。持ってないです。私の免許でも遊べる乗り物です。アトラクションです。わー、かわいいな。それでは、つないで。
あ、早い早い来いどうぞあはは、ね、微妙だけど微妙だけどマイナス100から50だから150というわけで2回目の一覧の相性占いは 50% ということで、はい、始まっちゃったえ、そう、これさ、気づからないんですよ絶対気づからないんですよ焦ってるこっちにしますこれにしたはい、かわいいかわいいなんかかわいい、このほっぺが赤くなったほっぺかわいいですよねかわいいもってしてるドラゴンズにもこういう人いるドラゴンズに岡野選手って人がすぐ顔赤くなっちゃってかわいいの似てる岡野選手だ、これでした。岡野選手かと思った。あれ岡野？岡野？岡野？ゆういちろう？ゆういちろうかな。はい。それを買います。今日来た記念にお揃いで。お揃いで事務所で履きます。事務所で履きます。やっと帰れます。はい。はい。ということでピューロランド。うん。出ちゃいました。出ちゃいました。終わっちゃいました。終わっちゃった。あっという間だった。早かったですね。初のピューロランドはもううちらも思いっきりね、うん、楽しんじゃったということで。初デート？でもデートだった。初ピューロ。初ピューロ。また次回来るタイミングがあれば、機会があれば、はい、次はじゃあ100目指して。とっても楽しい旅でした。楽しんでもらえたかな、これ。カホは楽しかったです。本当ですか？楽しかったよ。最後に注意しときますか？ないですよ。近っ。近っ。ずっと近い今日。近いです。ずっと近い。今日デートだもんだって。うん、そうだね。うん、じゃあ終わろうか。それでは。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。またねー。せーじゃ、おしまい。です。じゃ、ないんです。なんか裏で回ってたんだ。なんか変わったなって思ったんですよね。嘘。実は今日1日何が変わった？日高さんにはミッションをこなしてもらってたんですよ。え？嘘。手組んでたってこと？今から5つあるうち、うん、3つ答えられたら、はい、グッズ、カチューシャ、もろもろ。あ、これもか。あ、そっか。そのまま、うん、もうプレゼント。やばやばお願い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 。答えられなかった場合。お願い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 。全募集でもやだ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 あれ異変だらけでしたよ。え、異変だらけだった。事故だった。うんじゃあ早速。え、でもじゃあ、すぐに優しかった待って、いつも優しくないみたいな愛情表現してくるがいつもより頻繁にあった。そうあったなんでだろうって思ってた。ねえ、なんで仕事のせいなのカホさん、普通にさ、こう、と思って喜んでたのにビジネスだったあと、うん、なんか見た目とかないっすか？見た目？え、気づかない？かわいい。え、わかる。かわいいじゃないの。違うの、よく見て。よく？よく見たよ。よく？なんだろう、ボタンが違う。ボタンがずれてる。ずれてるな思ってた言うでした。まだ3つあります。分かんないときはギブアップでいいですかね。あれ、分かります。いっぱい写真撮ったよね。うん、見ました。加藤さん、あ、まだまだいける、まだいける、まだいける、写真撮るの。ああやたら写真撮るのが下手だった。クマちゃん入れたり、確かに真っ暗にしたり、うん、ドアップにしたり、普通普段だったらしないでしょ。はい、それをしてました。あー、してた。残り2つ、残り2つ。ほんと序盤、序盤始まってすぐだった。野球ネタ挟んできた。あー、正解。
やたら野球ネタを入れてくる、うん、思いました。なんかこう野球好きなんだろうなって思ってだからこうやってんのかなって思って、うん、ということで見事3つ正解したので月光の光いただいてやったーやったー、じゃじゃーん。あれでも香水違うって、香り違うって序盤に、そうだから言ったじゃん、序盤に言ったじゃん、それ気づいてたじゃんって言っても言わなかったからあれと思って、という5つのミッションを私はこなしておりました。一番上が強すぎて言っておかしかったもんだって今日。本当に、うん、いつもこれがいいいやでも仕事のためだったいやでもちゃんと本心もあるよ。本当です、本心も混ざってた。大好き。ミッションだったことも含め、うん、どうでしたか。楽しかったです幸せな時間でした。でも初めて来たピューロは、うん、こうカオちゃんとこうやってよかったなって思いました。どうしても本心ですか。本心本心、とっても本心だよ。あそこ絶対使ってくださいね。カホにユウさんが可愛いって言ったさっきちっちゃい子つけたけど、カホナが可愛いです。そこがもう嬉しすぎてもう記憶ないんですよ。そこからもう何したか気づいたらここがもう可愛いって言われたみたいな、それが嬉しすぎたから可愛い。今後の日向穂にも交互期待しててください。素敵な企画を、うん、ありがとう。じゃあねーバイバーイ。